お弁当やカップラーメンなどテイクアウトのゴミが多いです。タバコの吸い殻も多いですね。外国人観光客でにぎわう京都の鴨川。客の数が増えるにつれて今ゴミのポイ捨てが深刻化しています。そこで今日行われたのがNo littering? Yes. Yes. Take this with us. Yes. Okay. Of course. Of course. Yes. Yeah. Of course. 地元の大学生による清掃活動。ゴミを拾うだけではなく、外国人観光客に直接ポイ捨ての禁止を呼びかけました。もともと鴨川ではコロナ禍の最中に河川敷で飲酒する人が増え、ゴミの量も増加。そこで9月から夜のパトロールを始めていましたが、先月からは観光客が増えたため、昼間にもパトロールを実施することにしました。このパトロールを始めた時は、そこから見るとね、やはりこういうことを起こすと少しは減ってきてますね。